周りを引きつける人の特徴。どうも、セイラです。今回の動画では、あなたがコミュニケーションにおいて周りの人たちを引きつけていくようになっていくためにはどうしたらいいのかという話をしていこうと思うんですけれども、あなたの周りにも、なぜかあの人の周りには尊敬と信頼が集まっていくなみたいなですね、結構人格者であったりとか人徳がある人っていたりするんじゃないかなというふうに思うんですよ。他にもアニメとか漫画とか映画とかでもやっぱり人を引きつけていく人って一定数いるわけじゃないですか。じゃあああいう人たちが一体何を大事にしているのかっていうことをですね、今回話していこうと思うんですけれども、今回話していく内容はですね、まず1つ目、周りを引きつける人が大事にしている要素2つですね。そして2つ目、寄り添うだけになるなということですね。とても大事なことをここで話していこうと思っております。そして3つ目、探し物を変えようというところでですね、この3つを話していこうというふうに思うんですけれども、まず、このチャンネルでは自然体で愛されるコミュニケーションの方法を解説しております。僕たちがいつの間にか身につけてしまっている人を遠ざけてしまうような言動であったりとか、行動であったりとかって、そういったパターンがあるんですけれども、そういったものが、どのように作られていってしまっているのかとか、どうやって僕たちが嫌われるような行動や言動になってしまっているのか、みたいなところを解明しながら、どうやってそれを改善していくのかというところまで解説しているチャンネルになりますので、よかったらチャンネル登録をして他の動画も楽しんでいただけたらなというふうに思っております。では本題に入っていくんですけれども、まず、周りを引きつける人が大事にしている要素2つですね。これを話していこうと思うんですけれども、これはですね、本当にとてもシンプルなことで、何かというと、同じと違いなんだよというところなんですよ。同じと違いですね。で、これ何なのというところなんですけれども、同じっていうのは、例えば、あなたと私同じですよっていうこの同じですね。はい。コミュニケーションにおいて、相手と共感し合うであったりだとか、寄り添い合うっていうのはですね、とても大切なことですね。相手のことを知る。私も一緒だよ。私その気持ちわかるよっていう、この同じっていう感覚ですね。これがとても大事だよというところなんですけれども、もう一つ、違いも大事なんだよってことなんですよ。で、ここが多くの人は見落としてしまいがちなところなんですけれども、やっぱり人と違うところがあったりすると、なんか合わせてしまったりだとか、あまり強くそれ主張しない方がいいのかなみたいな風に思ったりもすると思うんですよね。でも、そうではなくて、実際、やっぱりこう、この人ってすごいなとか、この人憧れるなっていう人って違うところがあるわけじゃないですか。あなたが何か本を読んでるときに、あ、この人の考え方すごいなって思うときって、あなたの中にその考え方ってないですよね。でも、あ、こういう考え方あるんだなとか、こういう生き方あるんだな、この人の生き様かっこいいなっていうふうに思ったときに、自分との違いに面白さを感じるし、そこに憧れができますよね。で、そういうふうにですね、この違いの部分っていうものをしっかりと使いこなしている。同じと違いというものを2つとも使いこなしている人っていうのが人を引きつける人なんだよというところなんです。だから周りに同調しているだけでは人が寄ってこないとか信頼されないっていうのはこの違いを使えてないからなんだというところをまず覚えておいてほしいということなんですよね。なので相手と同じだよっていうところを主張しながら寄り添うだけではなくてしっかりと違いを使って相手を感化していくのがとても大切なんだということなんですよ。こうやって感化していくことによって、周りは、引きつけていくことができるということなんですよ。この2つの要素をしっかりと掛け合わせていくということが大切なんですよね。で、僕ちょうど昨日ね、キングダムの映画が公開されたので、実写版のやつですね、ちょっと見てきたんですけど、で、そのキングダムのね、映画の中で、今回の、実写版、第2弾かな、の映画では、教会が出てきた、回だったんですよ。キングダムわからない人はね、ちょっとこう調べながらね、後で調べてほしいんですけれども、その教会っていうのはどういった境遇なのかっていうと、まずキングダムっていうのは、中国のね、こう戦乱の時代を描いている漫画で、でその中で、シンっていうね、天下の大将軍になるんだっていうのを目指している、青年がいて、でその青年と、中華統一を果たした始皇帝の話ですね。あの始皇帝がどのようにですね、中華を統一していったのかみたいなことを、書き記しているんですけれども、その中でね、羌カイっていうキャラクターが出てくるんですよ。でこの羌カイっていうキャラクターは、どういった境遇なのかっていうと、殺人一族みたいなですね、そのなんか特殊な一族の生まれで、同族同士で殺し合って、一人のトップを決めるみたいな、そういった一族の例なんですよね。でその儀式によって、とてもね、本当に姉同然として慕っていた、お姉ちゃんをですね、殺されてしまったっていう悲しみを抱えているっていうのが羌カイなんですよ。で、主人公のシンも同じで、自分が、なんていうかな、
本当兄弟同然に育ってきた幼馴染を、まあ、殺されてしまっているんですよね。でもその神と教会には同じ部分と違う部分があったんですよ。でそれは何なのかというところなんですけれども、神と教会って自分の兄弟のような存在を殺されてしまったっていう共通点、同じ部分がありますよね。でも神はその兄弟が夢見ていたものですね、天下の大将軍になりたい、二人でなろうぜって言っていた、その夢をずっと背負い続けてるんですよね。自分がそれを叶えて、その、死んでいったね、その幼馴染のことも一緒にその景色に連れていきたいんだっていうことで、見てるかってね、常にですね、そこを志をですね、立て直しながら、つどつどですね、その天下の大将軍になるために努力を続けていくっていうことをしているのが真なんですよ。一方で、教会は自分の姉が殺されてしまった。その姉が大事にしていたことっていうのも忘れてしまって、ただただその姉を殺した、その犯人ですね、を倒そうとしている。そいつを敵討ちしたいんだっていうふうな、そういった、なんていうかな、志で、まあ、志っていうのかもわかんないですけれども、恨みで生きているという状態だったんですよね。で、その時に、神がね、その教会に言うわけですよ。俺たちは同じだよ、ということを言ってね。でも、その同じだって言って、まあ、反発されるわけですね、教会から。お前何がわかるんだみたいな感じで言われるんですけど、その時に神が、いや同じだみたいな感じでもう一回ね、再度同じことを伝えながらも、でも俺はその幼なじみの夢も一緒に叶えようとしているけど、お前は何してんだみたいな。それでお前の姉ちゃんはなんか喜ぶのかみたいなね、ことをね、言われるわけですよね。で、その時に教会はね、まあ、なんかこう心が動いて、ちょっとずつこう、なんていうかな、人間の心を取り戻していくみたいな、まあ、すごくね、重要なシーンになっているんですけど、あのシーンがとてもですね、この同じと違いっていうものを使いこなしているなっていうふうに感じるんですよね。相手と同じ部分と違いの部分っていうのをしっかりと使っているなというふうに感じたというところです。なので、こういうふうに同じと違いっていうものをしっかりと使い分けていくっていうことがものすごく大事になってくるわけなんですけれども、じゃあね、普段からそうやってね、周りに、なんて同じと違いっていうものを、供給していくというかね、そういうことがどうやったらできるようになっていくのということじゃないですか。そもそも同じ部分っていうのはね、共感するっていうのは簡単だけれども、相手を感化していくっていうことは、相手よりも資産の高い、感覚であったりだとか、考え方っていうものを持っておかなければならないわけですよね。だから日常から準備っていうのがものすごく必要になってくるわけなんですけれども、その時に大事なのが、探し物を変えるという感覚なんですよね。探し物を変える。で、多くの人っていうのは結局のところできない理由を探すんだよということなんですよ。で、できない理由を探して簡単な方に楽な方にですね、流れていってしまうと。だからネガティブになっていくし、どうせ自分なんて無理だよっていうふうに自分を卑下するような方向になっていってしまう。でもそういうふうに考えてる人に魅力って感じないじゃないですか。だからこそしっかりと自分の痛みも知っている。でもそこからどうやって立ち上がっていったらいいのかとか、どうやって希望を持たせるのかみたいなところですよね。そういった部分もしっかり考えているんだよというところなんですよ。なので、普段からとても大事な意識として、できると決めてから物事を考えていくというこの意識がすごく大事になってきます。そうやってしっかりとできるんだっていうふうに決めるからこそ、できる理由を人の脳というのは探すわけだし、そうやってやっていくからこそ努力も、才能も、全てのそういったエネルギーっていうものが湧いてくるんだよということなんですよ。なので、できないっていうふうに決めつけてしまうのではなくて、まずはできるんだっていうふうにね、心の中でパンってね、言っちゃって、もう口に出してもいいと思いますよ、一人なんだったらね。できるって言ってね、言ってしまって、そこからですね、じゃあどうやったらできるのかというものを組み立てていけばいいんだよということですよね。そうやってできるって言ってしまうと、やっぱりね、どうやったらできるんだろうって考えるしかなくなるんですよ。で、人っていうのはそうやって問いかけることによって脳が反応して、あ、じゃあ探さなきゃなっていうふうに動き始めるわけで、初めからできないって言ってしまったら、そのできないを正当化するために脳は働かなくなってしまうんですよ。なので、できるとしっかりと脳に負荷をかけてあげて、そうやって自分ができる理由っていうものを見つけ出していったらいいんだよということなんですね。なので、これを意識してみてほしいなというふうに思います。人を引きつけていく人は希望を持たせてくれる人だよということとですね、しっかりと同じ境遇のことを分かってくれている、理解しながらもしっかりと違いを示してくれる、違うところを見せて感化していってくれる、そういう人が人を引きつけていく人なんだよということを忘れずにですね、これから人とのコミュニケーションというものを楽しんでみていただけたらなというふうに思います。では今日の名言です。希望があるところに人生がある。アンネ・フランクということですね。本当、絶望的な時になったとしても、どんだけ境遇が悪かったとしても、そこに希望を見出して生きる活力を
持っていたというのがアンネ・フランクだったわけですけれども、本当にね、そういった絶望的な環境においても、絶望的になってしまったらそこに人生ってないんだよって、その中でも希望を持って生きていくんだということですよね。キングダムのシーンだって、自分の友達が死んでしまった、でもその死んでしまった絶望ではなくて、その幼馴染と一緒に見た明るい未来っていうものを目指していこうと、そこに希望を持ったからこそ、そこに価値が湧いてくるわけだから、やっぱりそういったですね、希望っていうものを持っていくことが大事だなということをですね、本当に嫌なことがたくさんある世の中だけれども、そこに希望を見出していけるようになっていくというのがとても大切だなというふうに思ったので、この名言を選ばせていただきました。ぜひですね、メモするなり、この言葉をですね、糧に、日常を頑張っていただけたらなというふうに思います。ということでですね、今回もですね、人を引きつける話っていうのをしていったわけなんですけれども、まあ、人を引きつけられる人っていうのは、やっぱ結局のところ普段からどういったことを考えているのかというところに帰結するよねという話をさせてもらったんですけれども、やっぱりコミュニケーションってほとんどね、その目の前の人と話す瞬間って関係なくて、やっぱり大事なのってその裏側にある 99% なんだよということなんですよ。相手とのコミュニケーションが1分間あるのであれば、その1分以外の23時間59分がとても大切になってくるのがコミュニケーションなんだよということなんですよね。だからその普段から何を大事にしているのかっていう部分に意識を向けていくっていうのがすごく大事なんですけれども、その 99% の部分ですね、コミュニケーションを取ってる 1% 以外の 99% の部分で作っているのが自分というブランドなんですよ。でそのブランドの出来によって人から信頼されるか尊敬されるのかみたいなところも変わってくるわけなので、だから大事なのはコミュニケーションで相手に何を言えばいいのかなとか、どうやったらうまくいくのかなっていうことを考え尽くすことではなくて、日常の自分の心の状態を作っていくとか、自分が普段からどういう考え方をしていくかとか、そういったところがすごく大事になってくるんだよというところなんですよね。でその自分の本当の良さを磨いていくですね、自分の 99% の状態を磨いていくからこそセンスが生まれるし、自分の魅力っていうものが発揮されていくわけなんですけれども、そういったところを磨いてコミュニケーション能力を底上げしていくっていう方法を解説しているのが僕の LINE コラムになります。こちらですね、動画説明欄の方からすぐに簡単に登録できるようになっていますので、もし興味があればですね、この後にでも動画説明欄の方から LINE コラム参加していただけたらなというふうに思っております。では今回の動画は最後になります。ご視聴いただきありがとうございました。失礼します。